どうもこんにちは、おかちまちです。今日のおかチャンネル早速始めたいと思います。今日は11月の1日ということで、いよいよ11月に入りました。比較的暖かくて、あまり冬の訪れを感じさせない。もう冬なのかな、まだ秋晩秋ぐらいかね。今は冬の終わりぐらい、あ、冬の始まり秋の終わりといった感じですが、今日さっき書いた詩をとりあえず読みます。城が燃える。今日もまた世界中の至るところで城が燃える。炎は瞬間のうちに形を変えながら、南の島の太陽に焼かれ、より純粋な赤になろうとせわしなく樹木を集める。風呂屋がせっせと薪をくべる。さあ引っ越しだとネズミたちが騒ぐ。猫は眠りに負ける。犬は遠吠えを上げる。名誉に着飾った新しい人種が尻切れとなったパレードに肩を落としている。城が燃える。空っ風に吹かれ、記憶の中でより一層と燃え上がる炎という詩です。城が燃える。昨日もうこのおかチャンネルで少し話したと思うんだけど、沖縄の首里城が昨日火災になり、まあ、今どうなってるのかな、なんか結構被害が大きかったみたい でそのニュースを、まあ、人づてにというか、まあ、ツイッターで初め知って、で少し風呂屋の銭湯のテレビで夜のニュースでそのことを知り、あ、本当にそれで自分の中で確定したんだけど、城が燃えたんだというふうに思い、で昨日も少し話したんだけど、まあハロウィンのこととかもそうだけど、やっぱり自分の感受性とか考えてることっていうのことに対して、うん、疑いを持つってことがすごく大事かなっていうふうに日々思っています。そう、この沖縄の首里城が燃えたっていうことが、あの痛ましい、人によっては痛ましい出来事だっていうのは、まあ、十分わかるんだけれど、やっぱり自分がこのことに対して何を思ってるのかっていうことがやっぱわからなくて、俺自身で。それを簡単にお悔やみ申し上げますとか、まあ、お悔やみは申し上げられるんだけれど、なんか悲しいとか悲痛だっていうふうにはやっぱり取れなくて、自分がこの出来事に対して何を思ってるのかっていうことの結論を急がないっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思う。それはまあ例えば昨日のハロウィンもそうだし、ハロウィンがなんか、まあ、昨日はね半分冗談っぽく苦手だわって言ってて、まあ、苦手は苦手なんだけど、その苦手っていうのがどうして苦手なのか、何が苦手なのかっていうのは本当は厳密に、より厳密にしていった方が自分が分かるというふうに思っていて、で自分が分かるっていうことはやっぱり、まあ、最後の最後の部分っていうのは当然分かりきらないとは思うんだけど、まあ、日々生活していて迷いが減るかなと思っているのね。で特に今の世の中って情報にあふれているから、自分の感受性っていうのも本当人にコントロールされて、日々今俺は何をしたいのか、何を食べたいのか、どこへ行きたいのかっていうことさえも実はみんなよく分からなくなって、で結構意志の強い人、鋼の意志を持つ人とかはそこにあんまり負けずにブレずにより自己実現に向かって邁進できるんだけれど、やっぱ、うん、往々にして、まあ、俺なんかもそうだけど、本当に今自分が何をしたいのかってことがわからないし、朝起きて今日 何をしよう、今日今俺は何を思ってんだろうっていうところから、まあ、毎朝始めるんだけれど、でそんな時にね、あの、まあ、詩をよく書きます。で詩っていうのはやっぱこうある出来事に対、ある出来事っていうかある状態に対してすごく集中をするから、自分の気持ちとか自分が思ってることのより深いところにどこかこう手を伸ばすような作業でもあって、この首里城の一件に関して俺はやっぱり今まだよくわからないなというふうに、で城が燃えるっていう詩をわからないなりに書いた
で、その何年か前にあの城っていう戯曲を書いたこともあるんだけど、城が燃えるって城ってなんかすごく象徴的な存在だなっていうふうに常々思っていて、で、まあ、それが権力だったりその時代のエネルギーだったり何か一つの事象として現れた。今この昨今だと城っていうものはそうそう建立されないとは思うんだけれど、その歴史的な何か象徴が今この今日という日に、まあ正確には昨日だけれど今日という日に火の手が上がっているっていうことが一体何を指し示しているのかなっていうふうに、思ったりとかしています。そうで、戯曲に書いたっていうのはそれがとてもシンボリックなこと、あの城っていう戯曲の中でも城が燃えるのね。でその焼け落ちた城から逃げてきた人々の引きこもごもがその戯曲のテーマというか物語になっていて、そう、その時も自分はその城が燃えてたこととかそこでできたそこで起こることに対してこれといった解釈を与えなかったの。ただそれを象徴として受け止めるっていうことをして、それは未だに自分は一貫してよくわからないでいるなというふうに昨日あのニュースを見てから今日まで思っていたので詩を書きましたという感じですね。まあ、また何か変化があったりとかしたらこの場で話ができたらいいかなというふうに思っているんですが、皆さんはどのように感じたでしょうか。それではまた明日お会いしましょう。岡チャンネル岡島ちでした。